夏の日本庭園が雲海に包まれたような幻想的な空間。色とりどりの風鈴の音が涼を演出します。松江市八塚町の有志園で開催中の八雲の庭園。出雲地方、出る雲と書きますので、こういった雲の演出にこだわってですね、霧を使った演出がすごく多くなっておりまして、霧の園路を歩いていただいたりですとか、園内滝もございますので、そういったところで涼を感じていただければなというふうに思います。人工雲海の演出に加え、今年はエリアを拡大し、園内5カ所、全長500メートルの霧の涼風ミストを感じることができます。また園内には大迫力の滝や300もの風鈴通りなどもあって、五感で涼を感じることができます。さらに岩の陰に隠れているのは、双眼鏡とかを使っていただきながら、ワクワクしながらですね、楽しんでいただける小人図鑑のイベントを行っています。園内に隠れている人気絵本小人図鑑のキャラクターを見つけ出す子ども向けの夏休み企画も。8月6日からですね、夏夜の竹取物語という形で夜間の開演も行いますので、そういった日本庭園の夏というのをですね、楽しんでいただきたいなというふうに思っております。夏限定の雲海庭園にユニークな子ども企画、家族で涼を感じてみてはいかがでしょう。